とミッドナイト競輪、今夜は宇都宮 F2 初日をお送りします。皆さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のゲストは M リーガーの大井隆晴さん、はい、大貫彩香さん、はい、そして初登場の村重杏奈さんです。よろしげー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 。村重さん今回初めてということで、はい、普段競輪は見たりしますか？いや、あの1回、はい、あのバレンタインの時にあのなんか特番があったじゃないですか。それに出させていただいて、はい、ちょっと興味は持ったんですけど、はいはい、そこからやっぱお金をかける勇気が全然なくて、まだまだですね。だから今日勉強しっかりして、もう自信満々にかけていきたいです。これから大井さん教えてあげてください。僕あの50回目なんですけど、記念すべき、はい、おめでとうございます。すごい、負けてます。負けてます。負けてます。はい、勉強中ということで、勉強中です。50回やって負けてます。あ、じゃあ50回出てもまだ負ける可能性は。そういうことです。あ、さちょさんかけましたか。はい、皆さん、はい、これ見てアドバイスも教えてください。こちらです。こちらです。私、1、2、なんていうの、1を流してる感じなんですよ、はい、これにすると、はい、ラインも抑えられるし、うんうん、あの後ろから来た、後ろというか別ラインの2、3、はい、の他のラインのところが来ても抑えられるし、はいはい、1、4のラインのままズドンでも抑えられるっていう状況になってます。なってます、はい、ポイント意外と少ないですか？そうなんですよ。でも点数がある分ちょっとやっぱりまだ私もまだまだちょっと怖くって、うん、とね、まだ300ポイントずつです。それでね、さっき言ってたピックアップデータの切り切りまであと3分です、はい、3が後ろからズドンと1着に来るんじゃないかっていうのを、うん、私はそれに乗りました、はい、なので3頭で312、3212もこれに結構500ポイントかけてます。はい、来てほしいな。一番来てほしい。一番来てほしい、はい、これオッズ良さそうですよね。そうなんですよ。でしかも312マサさんもそうですね、本命よりは全然そうだから来てほしくて、はい、マサさんも3頭を買ってるのを見て、そうか、じゃあこれいいんだって思ってちょっと嬉しくなりつつ、うん、1がマサさん入ってないですけど、2着にちょっとそうですね。そうマサさんが1は3着に、ね、そうなの、まあ、それがどうなるかと思いつつ、うん、AI ではね一番本命に1と3が人気だったので、いつも一番いいので、さあ登場締め切りまであと2分です。大井さんが、僕は2332から15に流しました。1000ポイントずつ4点、そしてもうコメントの人たちと和解しました。和解したんですか？私の全面的謝罪において、全面的謝罪において、全一変えという意見があったんで3141、はい、3141もう多いは当たんないんだから、そのコメントを信じろっていう意見を取り入れて、あの1が2着に来るっていう予想が多かったんで、うんうんうん、どうですか皆さん、すり寄っていきます。和解権、そちらにそちらにすり寄っていきます。すり寄っていきます。はい、ツンデレ。なんかコメントの方が1番をこう2着か3着につけろっていう意見が多かったんで、はい、一緒に楽しみます。あ、でそう思うと見てみますと意外と被ってないですかね。そうかもしれない。あ、41は一緒だね。41、あ、本当だ、41が一緒ですね。おそろっち、おそろっち。こちら払い戻し金額このようになっております。おめでとうございます。はい、すごい、的中やった。そしてマサさんも的中です。マサさんも当たったの。マサさんもおめでとうございます。すごい、なんか私が当てたふみたいになっちゃいますけど、マサさんが的中しております。いいよ、よし戻ったぞ。はい、お、ちょっと戻った、プラスになってきましたかね、うん、すごい、戻ったの、戻った、戻った、もうこうなりゃ戻ったよ。9万5000ポイントと、そして9万7000ポイントに。でも15倍あったのにやっぱ下がったな、直前で 12.2 倍まで。ね、皆さんが紹介したから、もしかしたらオッズみんな買ったな、ね、ってるかもしれない。しげが今逆に一番下になっちゃいましたね。あ、村重さんが 92,557 ポイント。本当だ、でも今日レベル高いですよね。だってもう第5レースまで終わって、うん、そうだね、半分これだけ残ってる、そう、全員9万って、9万なんかないよ、なかなか、うん、なかなかない、なかなかない。もうこの時大体7万ぐらいの人いるもん、うん、結構ね、1000ポイント何千ポイントって言ってる、いける、うん、いける。それでは最後に大貫さん、村重さんの順番に一言お願いします。はい、はい、今日楽しかったです、ありがとうございました、おやすみ。わお、かわいい。さあ村重さん、そうですね、気持ち的に全然ウィンクとかできないです、もうぶっ切れそうです、ずっと